Boom shakalaka, boom shakalaka. Oh, boom shakalaka. Narabe. Boom shakalaka. 並んで。並んだ。久しぶりに旅行に行くぞ。はいはい、そうです。お前置いていくわ、絶対置いていく。絶対置いていくわ。一人でいいよ俺。一人でいいよ俺。はい、それでは。はい、おい。誰でもカバンを持ってこい。じゃランドゼロちゃう。ほら、おいで。聞いてくれな。カバンを用意したか。それでは各自持っていくものを用意するぞ。まずは服だ。カバンに入れる前に出しておいてチェックしてから入れるから。なちゃんのお洋服はママと一緒に入れます。各自服を持ってこい。持ってこいって言ったのになんでカバンごと持っていくかな。なあ、服を持ってこいって言ったのにお前も自分の服を持ってこい。長袖も半袖も1枚ずつ入れといてな。なんで？寒いかもしれんから。ダブルの食事の時がクソ入ってる。なんで？あとからくんパンツ丸見えやん。え？パンツやめて。知らんがな。キモい。あんたもう一人やろ。確認していくよ。さあ来い。でもユニバのホテルに行くん。とりあえず服持ってきてくれるかな。服持ってきて。とりあえず服持ってきて。はい、じゃあまず上着。上着。なぜ上着？だから寒いかもしれんから。全くその話聞いてない。寒いかもしれんから。俺普通にあれ朝起きた時の服と寝る前の服用意した。じゃあ長袖持ってきといてくれるって。はい、早く。ポケモンカードいらんやろ、それは向こう持ってけ。入っとってんや。服用意してから、こんな感じ。うん、だから長袖今のドヤ顔は何や。ジャンパージャンパー入れろ。パジャマパジャマ中に入ってる。入れなさいなんかもう中に入ってる。ママ、ここな。分かったから。分かったから早くしろよ。何を悩んどん。今何言われたかわかんの。めんどくさいねん、置いちゃダメのが。ちょっと分かんない。お前入れていいから置いていて。出して。もう一回。パジャマ。分かった分かった。明日の服。明日の服。持っていくものを用意しなさい。ママやったら撮影のものね。パソコンとかね。で、あなたやったらほらこれいるんじゃないのか。いや、本なんか持っていかへんわバカ。ごめん、それは俺は出る前にガッと用意します。はるちゃんにもらったスヌーピーです。なんて除菌シート出てくる。除菌シートな、車にも2つ積んでるから大丈夫。いいな、あなた準備少なくて。違うね。あなたの機材の充電とかも全部私でしょ。違うで。もう入れとったらいいやなんでやねん。ね、充電し直そう。じゃあ私このカバンいらんくない？そうやねん。だからサムネ用で撮った俺ら2人ともカバン違うっていう。ほんまやね。そう、お前スイッチと携帯だけななあ、そんな布団持っていきませんえ、パソコンの充電はこれの充電。あなた持っていく。いやー、え、あなた持っていくって私のはあなたとは違うやん。うん、だからあなたは自分で持ってない。うん、どこにあるのって。え、それやん、そこにあるやん。これやん、あるやん、めっちゃあるやん、目の前に。いや、ちょいや、なんでいっぱいなんだ早く取ってなんかいろいろとびっくりなんだ。チャレンジタッチ持っていたい。持っていかんでいい。おバカですか、あなたは。ベイブレード持っていっていい。いいよ。クラスだったんだけど。もうなんなんお前。イヤホンも抜いとこ。もうちゃんと根っこから抜いなさい。抜いたやんか、うるさいな、いちいちここからさ、届かへんって言うからさ、俺はわざわざここにさ、こういうのつけてるな。うるさいね、いちいち。こういうの年パスいらん？いるところ、室内でできるやつ、室内でオセロのやつとかさ、私撮影するさ、おもちゃ持っていこうと思って、オセロとかトランプとかさ、前日の首とかさ、あとマウス入れろって私に言って、マウス入れろ、違う、今じゃない、行く時にそのマウス入れろって言って、これなんか編集終わったらマウス入れていいよ。どれ？このマウス、これやろ、編集でこれを閉じるときに、閉じるときって明日の朝も開くから、行くときに入れてって言ってて。分かった、じゃあもうその旅行用のマウス買っとくわ。ちょっとあかんもんがいっぱいあるでな。はい、ここからモザイク、こんなところに置いたん、モザイク、誰よこんなところに置いたん、モザイク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 、これみんなでやるね、ホテルちゃうよ、ママちゃん、ママちゃんとトンも行くやん。それ言うな、言うな、バラすな。これ何？ちゃんと入れとったんやな、綺麗にな。これ何？ちょっと一匹にしようか。ならそれその中に入れたらあれで、ホテル着くまで出されへん。いいねんで。お前こん中は何入れるねん。こん中は入ってるわ。ちゃんと入ってたわ、双眼鏡と帽子。違う、普通逆やん。財布は？見てー。隠しがあんねん。隠し。一番後ろに隠しがあんねん。何？何？ああ、偉い、体温計な。偉い。いや、ちゃうよ、ほいで。違う、体温計はこっちに任しなさい。体温計返してくれる？な、勝手に入れない。お前のじゃないから。それ私なんや。偉いねんけど、いいねんけど。6,000円ぐらいしてん。あらじゃない。財布は自分で買いよ。いるボーナス自分で買いよ。カニは私が買うよ。なんか用意しなあかんやん。あ、釣り道具は全部おとんの車に突っ込んだ。あ、ナイス。他は釣り道具って俺の釣り道具。あれいつ開けるん？ちびぬいぐるみ。それ言わないで。言わないで。いつ開けるんあれ。じゃあ持っていこう。持っていこう。なんでやねん。開けたらいいやん。旅館でさ。わざわざ俺箱買うたのに今日な。入れもん今日買うたったの。この箱が気に入ってない。ほら、同じサイズやから、これでいいや。なんでやねん。違うやん。サイズちっちゃくなるやん。その中に入ってるんや。な。嫌い、ほんま。ほんま嫌い。誰が？とりあえず、あれ俺が整理するわ。箱に入れたんだよ。私のへそくりが出たぞ。え、今日から行くんやんな。明日や、言うねん。なんでなんでなんなん。っていうか、カバンぐらい閉めろや。え、もうスイッチ入ったんだけど。というわけで1泊2日で兵庫県内でちょっと旅行してきます。プチ旅行です。自粛期間がね、完全に明けたわけじゃないんで、マスク、うがい、手洗い、アルコール除菌、赤ちゃんのカバンにマスクとか入っとっちゃうんだとかね、いろいろちゃんと徹底していきましょう。わかりましたか？はい。それではね、旅行の動画もお楽しみに。豚っ鼻でお肉どうにかならん、この兄弟喧嘩。で着ていく服を選んでいきたいと思います。久々の旅行やからね、ちゃんとおしゃれしていきたいところなんですけども、でもマスクするからね、どうせね、マスクでちゃんと合うような7個コーソロッチがいいよね。こんなんどうでしょう、夏っぽいね。結局明日は移動が多くなるからノースフェイスにしようか。これかっこいいね、ほらノースフェイスいいね。じゃあ私は安定のこんなロボママとね、お揃いのワンピースにしたいと思います。心くんとなんちゃんのズボンな、お揃いないんよね。130のスカートと150のズボンでお揃いがあればいいんやけどな。たなちゃんこれにしましょう。心くんいつも通りの短パンにしました。ノースフェイスなのにプーマ、これでお揃いコーデ完璧でございます。あなたさ、センスあるどうにかならへん、その格好じゃね。